令和5年6月20日、ザ・リアルマトリックスです、はい。この番組は、我々はすでに仮想現実の世界に住んでいるのではないか、そういう問題意識に基づいて、各界のエキスパートをお呼びしてお話を伺います。今日手伝ってくれるのは、榊イーさんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして今日のスペシャルゲストは、久々のご登場となりました。理学博士の高田純先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ターさんこと高田です。そうでした。まず榊さんから冒頭のお知らせをお願いいたします。はい、いつも番組をご覧いただきありがとうございます。現在 YouTube の AI から視聴制限を受けて番組配信機器です。改めてチャンネル登録、いいねボタンクリック、動画へコメント、メンバーシップ登録、画面左上からフィードバックで応援お願いします。制作支援は動画概要欄の専用ページからお願いします。なお現在制作支援5万円以上の方に記念品贈呈中ですので、この機会に応援お願いいたします。またご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡ください。そしてプラットフォームの影響を受けないオリジナルサーバーで 7.8 事件真相究明など危険な内容を動画メール配信中ですので、概要欄から無料メルマガ登録お願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。その記念品はね、あのアクセサリーとしてもいいんだけれども、はい、そうですね、ちょっと大きな、はい、首からぶら下げるのちょっと大きいかな。まあ、あの下げてる人見るそうですよ。あ、そうですか、はいはい、あとはあの漬物にしてる人もいるそうです。結構大きいですからね、はいはいはい。さあ高田先生、どうもご無沙汰しております。はい、こんにちは、久しぶりです。この度はご出版おめでとうございます。はい、やっとやっとって今言っちゃいましたけど、待ちに待った、はい、去年の8月8日から始まったんですよね、はい、そうですよね、私たちの、はい。まあ、あの日ちょうど私は参議院選、はい、ちょっと期日前投票に行って家に帰って、昼頃帰ってきたら、うん、テレビであのニュースになった、はい、よもやと、うん、だから、まあ、銃撃という言葉が出てきたんで、うん、はい、夕方には亡くなったという衝撃のニュースなんですね、うん、その時は、まあ、怒りですが、間もなくこの疑惑に、うん、はい、これは間もなくっていうのはもう2日後3日後ですかね、山上ではない銃撃の映像証拠っていうのが YouTube に出てきた、うん、でさらにしばらくすると音響的にも別な音が入ってきたと、うん、ということで山上ではない、まもなくそういう証拠をつかんでしまったんですね。まあ、あの日はね、我々にとってもちょっともう忘れられない日ですよね。そうですね、はい、あれ金曜日だったんですね。金曜日です、はい、で私どもがやっている番組ですね、そのさなかで、それいや、あのそこ向かってたんですね、向かってる電車の中で、はい、電車の中でニュースを見て、はい、非常にショックを受けまして、で着いてすぐにその、まあ、特集に切り替えたんですけれども、はい、で番組が終わってから出演者で、まあ、あの近くの喫茶店に行きまして、はい、そこでまあ、推移を見守っているうちにですね、お亡くなりになったというニュースが流れてですね、まあね、よく覚えてます、国名にあの一日のことは、ね、本当にね、榊さんの目にも涙というですね鬼の目にも涙みたいな、そういう取り方しない、はい、なんで、まあ、本当にあれは一生忘れられない日なんですよ。で、まあ、そこから全てがスタートしてるんですけども、まあ、ただ先生、まあ、その後また先生をお招きして番組やってるわけですけども、まあ、その、まあ、疑惑といいますかクエスチョンマークが出てきたのはかなり早かったわけですね。早かったんですね、はい、もう7月段階で先ほどの映像、山上が2回1回目の爆音と白煙ですね、 2.7 秒後、あとで、まあ、映像解析、うん、あれ音響解析すると正確に 2.7 秒後に2発目を、うん、爆音がドーンと、はい、そのちょっと前、まあ、いろいろその映像 YouTube にアップされた映像を見る限り、うん、およそコンマ2秒前に安倍さんの襟が、うん、ワイシャツの襟が動く、ね、でそれがもう事件発生したのが8日で、11日にそういった YouTube 上にそういった明確な映像が、
まあ、アップされたっていうのにも驚い、皆さん驚いたと思うんですが、よくブレずに、あの一般人が、はい、あの選挙演説を取っていたら絶対ブレますよ、あの衝撃の音と迫力を見たら、ね、はい、その全然ブレずにですね、映像がブレない映像が YouTube にアップされた。それも外国経由で、私たちが知ったのは、あの、まあ、インターネットですから、まず、まあ、迂回したのか、うん、あの外国経由だった、エクアドルというところだったんですが、まあ、あのどうしてかなと皆さんも思ったでしょうが、まあ、それも一つ の、 あの疑問点、そうですよ、ね、映像の、YouTube アップっていうのも疑問点、うん、で昼のニュース、その日のお昼のニュース、まあ、1時頃だったかのニュースに、安倍さんがあの倒れて仰向けにされた、最初まあこう、あの後で分かったことは四つん這いになって、あの赤い円台40センチほどの高さから降りて四つん這いになった、ね、もうそのあたりから意識不明になっていくんでしょうけども、仰向けにされたその映像があの出て、そこの画面、あのニュースに、あのウェイボーよりって言ってたんですね、うん、なんでウェイボーなんだ、まあ、ウェイボーを知らない人はあまりいないと思うんですが、うん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 、これは日本でもなければアメリカでもない、チャイナでしたね、そういったあのサイトがあって、ウェイボーよりと来たんで、そこでまたあの その日の驚きはそこにあったわけですが、まあ、インターネット上の先ほどのブレない映像、そういったところからですね、なぜこんなのが出てきたんだと、これよもやその海外の工作員が関与してんじゃないのかと、うん、まあ、これを思ってもおかしくないような、ね、はい、事実ですね、これは、うんうんうん、これを突き止めるそ のに、まあ、数ヶ月こうかかっていくわけです、うん、まあ、最終的にもう 半年ぐらいかかっていくわけですが、まあ、相当なことが分かっていくその力ですね、これはあの誰かが一あの大学教授が調べるんだと言ってもできるもんじゃない、うん、あその現場をの映像、それをあのいろんな角度でスマホで撮った人がいると、そのインターネット上に出た今の映像を撮ったこのクエスチョンマークの人物の存在、それをインターネットに配信した、これもすぐ配信されてるんですが、その日のうちに配信された、ね、あそれも後で分かったんですが、別な角度からスマホで撮ってる、スマホの目ですかね、うん、今有名人が来るといろんな皆さんが持ってるスマホ、 そうですよね、そこにスマホが何十台100台ってあるわけですよね、それがいろんな角度で撮影して、安倍さんが撃たれる瞬間をさまざまな角度で撮っていた。で今のスマホ機能では、まあ、ツイッターやってるとかなんとかっていうとすぐアップできると、うん、だからリアルタイムに近い状態で現場で何が起こったのかを今の時代は知ることができるんですね。そこがあの JFK の時代と大きく異なるところですよね、まあ、JFK 特にちょっと、まあ、あまりにも時間があの経ちすぎてますけれども、その現場に、まあ、事実上カメラが何百台あってもおかしくないということ、 それは屋上っていうか、はい、あの、はい、10メートル20メートルの上 あの窓から撮影してた人もいるわけですよね。うそうですね、はい、でそれからこのそういった人たちが、まあ、みんなお互い知らない、うん、まあ、ストレンジャー同士なんですけども、最初そうなんです、はい、ところがネットでつながってつながっていくんですね。そこに集合地ができると、それであの私が7月その11日にはあのそういったそのブレない映像をさらにあの10分の1倍速あのゆっくりコマ送りに配信した人がいまして、うん、それを私もあのツイッターで見ていくわけです。でそれに対する私がコメントをいろいろしたりですね、7月だと7月末にあの
九段下のチャンネルアジャという、はいはい、あれ毎月私行ってるんで、その日の話題はその銃撃事件、テロ事件をテーマにしたんですね。それで話したら、私のツイッターに相当な情報が今度集まるよ、うんうん、こういうのもある、こういうのもある、うんうん、これはどうなんですか、ああなんですか、そのだから山上ではないと思われる狙撃の考察が、うん、まあ、証拠映像とともに解析が進むんです。で8月になって山岡さんのリアルマトリックスで、中旬だったかと思うんですが、一月ちょっと考察した、うん、この物理考察の結果を話したと思うんですね。そうですね、まあ、そのあたりからさらに私のツイッターに情報が集まるような、まあ、だからここが21世紀的なんですが、その、まあ、高田先生のような方、まあ、実際その、まあ、理学博士ですからね、そのプロの、まあ、研究者を中心としてコアとして、そこにいろんな情報がこう流れ込んでいく。だからそれは、まあ、皆さん、まあまあ、いろんな方いらしたと思うし、まあ、エンジニアリングの方もいたと思うけども、まあ、素人の情報もですね、いろいろとこう入ってくると。でそこで、まあ、高田先生のフィルターを通すことによって、非常にこの科学的なアプローチにこう活用されていくわけですよね。だからこれ急ごしらえの民間科捜研みたいな、そうですよ、うん、なって、その中にはですね、私とその直に情報交換した中にはですね、まあ、工学系の修士の人もいる、はい、元警察官、はい、元自衛隊員、すなわち銃を扱った、うん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 、そういったやっぱり銃の、私たちは私は物理計算はしますけど、銃まで直接使いませんので、うんうん、だから銃の種類とかですね、銃弾とか、うん、そういうことに詳しい方も、まあ、警察、まあ、現役じゃないと思うんですが、まあ元警察官、元自衛隊、そういった銃を扱った人たちがやっぱり、うん、理解できる、理解した解釈ですね、うん、そんなのも、あと立体駐車場に、弾痕があったとかっていう、はいはい、事件があってしばらく5日後でしたよあれそうなんです、ね、こんな時に弾痕ありなんてね、うん、あの日じゃないんですよ。そうですね、あれ警察、奈良県警がなんでこんな遅いの捜査だっていう、びっくりする、うん、ここに弾痕ありますってなったと思うんですそこの映像、本当ですね、ニュースにも出たし、そこは拡大したうん、映像もインターネット上出回りましたね。そうすると今度そういう、工務店で働くような人、そういう外壁を作るような人たちが、これはこうなんだと、うん、おかしいと、あの穴はとかですね、そういういわゆる町の工務店で働いて、ああいったパネルを外壁を作るような人たちのやっぱり説明とかですね、うん、そんなのも入ったりですね、うん、そういうものが一気にですよ、ツイッターターさんのところに毎日のように入って、私がこれに対してはどうなんですかと、うん、お分かりになる方いませんかと言って、もうほとんど瞬時にですね、それ先生のツイッターのフォロワーが爆発的に増えましたでしょ。そうなんです、6月末の段階で3万2000人だったんです、うん、でそういったその8月もう事件が起こって、8月になるともうそれが4万人、5万人、今6万4000まで来てるわけですね、およそ倍化してるんです。それだけ情報が私のところに集約する速さ、力が非常に高まった、うん、この今回は殺人事件ですが、これに近いことをやったのがですね、もう2年ぐらい前に熱海の毒石流事件、はい、そうなんですよね、ありましたね、伊豆山の、伊豆山の、
谷を土石流が流れて、人が飲み込まれて、住宅が飲み込まれて多数の人が亡くなったと。あの日ですね、あの日私もツイッターでその事件を知ってですね、あの土石流が流れていくシーン、あれを撮影した人にツイッターで問い合わせをしたら、あの土石流の今映した場所は住所を教えてくれって言ったらすぐ答えが来て、その住所が分かってからすぐGoogle Earthで伊豆山ってどんな地形になってんのかを調べたんですね。そしたら土石流が流れた源流の上にの伊豆山の尾根に木が削られて多数のソーラーパネルが並んでたんですね。これ無関係じゃないだろうなと。その距離は非常にソーラーパネルとその土石流の原点源流がちょうど谷底になってるんで、ここを工事する車もそこを通っていただろうし、ここで削った土どこ行ったのかと、ダンプに乗せて遠く、神奈川県に運んだとも思えないから、捨てるとしたらそこでしょうとなりますよね。でさらにそういうふうに調べてたら、やはりそこの地形に詳しい人とかどんどん情報が集まったんですね。で伊豆山土石流事件として調べたんですね。あれは相当解明できた、それが私のツイッターインターネットを使った災害調査、あれも、最後事件だとこう判断してますけれども、災害事件調査にインターネットツイッターというのが極めて有効であると。で今回の、7.8 テロ事件もやはりそうなって、それ以上にインターネットの力、これは私たち和の力と、日本人が好きな力、和の力、それがその時の経験も生きてですね、今回奈良のこの事件、これですね、これツイッターでよく私出すんですが、知力気力和の心と、先生のこのモットーですか。そうです、一日一善と毎日言ってるんですが、一日一善いいことしようと、だからつぶやきも日本を良くする社会がの平和、これにつながるような発信をしていこうという思いで一日一善一言やってるんですけど、皆さんもそういうお気持ちでですね結集してくれて、日本のその治安平和を守るためにこの暴力事件を亡き者にしてはならないですね。こうやってこのツイッターに結集したターさんチーム6万人が力を発揮したおかげで、今回のこの、国士奈良の変ができたと。そうですね、そういうことなんですね。素晴らしい。今思い出しましたけども、その熱海の事件で私は先生のことを知りまして、でその後この事件が発生した時に、果敢に取り組まれていたので、そこにラッキーというか、その前の時から存じ上げていたの でスムースに移行することができたということなんですね。確かにすぐ、熱海土石流事件後にこの番組に一、回、ね、一回来ていただきました。それでその、ソーラーパネルっていうか、その再生可能エネルギーの危うさ、日本のエネルギーの危うさで、エネルギー問題ということをこの番組で取り上げていった。そうですね、でも学者の良心ですよ ね、 ですよね。本当にそういうね、良心的な人もいるんだということ で先生、これこのしおりなんですけども、ここに、ターサンコレクションシルクロードの女神、オルロフってあるんですけども、 それとですね、これ非常に美しいこのブルーのですね、ありますしおりですね、そしてこの本のこの表紙ですね、これも非常にこうブルー系でね、綺麗で不思議なこう感じなんですけど、このしおりのこの絵と女神と
この表紙は何かこう関連性とかあるんですか。それから、まあ、ちょっとこの女神の由来とかちょっとこの辺お話、はい、ですね、今回のこの本、はい、まあ皆さん本の原稿をお書きになって出版社と契約してですね原稿を送ると、はい、あとは出版社のデザインで、はい、まあ多少ご意見申すこともありますが大概は出版社の判断でですね全体のデザイン表紙カバーのデザイン決まっちゃうわけですが、はいはい、今回これ科学的な国史として記録を残すんだ、うん、実録を、うんうんうん、それでまあ当然私がこれまでお付き合いのあるその保守系と考えられる出版社にもちろん相談はしたわけですね、はいはい、数社にで私の方過去出してますんで、うんうん、これ重要なことになるからと言って相談したんですが、うん、OK 出なかったんですね、うんうんうん、これは驚きですね。まあ一社が、断ったと、で次は受けたとかじゃないんです。次々とワック社も断ってきたんですね、うん、月刊誌に私の論文、うんうんうん、この事件に関する論文出したワック社もですね、うん、一旦呼びつけられてですね12月に、うん、編集者は丸だったんです。重役が出てきて潰してきたんですね。びっくりしたんですが、普通そんなとこ出てくんのかと思うわけですが、そういうことがあってですね、最後4月、まあ、山岡さんにもご相談しました。この出版に関して、はい、また別な方にも相談していろいろ詰めていったんですが、うん、結局うまくいかずですね、うん、そうでしたね。結局ノーという、最終的に私が考える本が出せないということで、4月に今年の4月になって7月8日にはこれを出版したかったんですね、うん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 、一周忌に安倍さんの命日には出版したいと、はいはいはい、でも4月になってこれ以上グズグズしたらもう間に合わないんだと、うん、出版社だとそんなこと分かってるはずなのに、うん、それで最終的に自力で出版するんだということを4月の中旬に決めまして、もちろん原稿は3月中に書き終えてたんですが、自力で出版すると。で自力っていうのはこれ、まあ、この本に出版元は放射線防護情報センターと、はい、これは私がもう10年以上やってるそういう組織なんですが、そこから出版はこれまでもあったんです。ただどちらかというと医学テーマとか理学テーマなんで、こういう社会派問題、ここまでのこの問題は扱ってなかったんですね、うんうん、ということで、まあ、ツイッターの皆さんよくご存知のターさん、ターザンじゃないターさんで、はい、こういった日本文明を守るというテーマを出版する、これを1冊目としてターさん出版を立ち上げると、で皆さんにツイッターでも問うたんですね。こういったことを自力で出版しますが皆さんご支援いただけるかと。で圧倒的支援を受けて、じゃあ自力で出版するという決めたんですね。それで自力で出版する以上、表紙デザインから全て、中のデザイン表紙デザインもする。で最初はまあこの表紙どうするかとずっと頭の中にあって、あまりその現場の狙撃シーンを絵にすると、うん、まあ苦しいなということで、うん、直接それが想像直接結びつかない絵として、うん、ある夜中に思いついた。これは私が持ってるその大きな、こんな大きな絵なんですが、はい、このオルロフさんが描いた絵を2枚私シルクロードから持ち帰っていて、買ってこられた、ええ、はい、で一つがこのブルー、うん、女神の絵なんですが、一つがこのブルー、もう一つがピンクの女神なんですね、はい、で夜中にずっと考えていて、女神が登場するんじゃなくて、その女神絵の一部を切り取って、うんうん、一見何かわからない状態で、うん、
基本審にできるんじゃないか、ブルーは合うだろうと、このテーマからして、この中に人影がいるんですが、これは人です、数人、人が、これ人影、人影なんですね。あ、でこの家っていう家のその夕方、はいはいはい、家の明かりがついてと、その街並みをこう表現してるんです。あ、これこうなって、本当はこういうふうにこうするんですが、これを縦に、あえて私は縦にして分からないようにして、この脇にこれですね、今度これを見ると、はい、女神が立っていると、女神様がその街並みを見守る形で立っていると、うん、それの一部を切り取って表紙にしたと。いや、素敵です。それはなかなかのこだわりですね。ですからここの表紙をカバーをめくるとか、カバーストーリー、はい、日本を襲った奈良の変、はい、見守る女神というのがこの本の、主題のようなストーリーになる、うん、したかったと。なるほど。夕暮れの街、明かりの灯った家の周りに人影、街を見守る女神と、はい、これはターサンコレクションの絵画を素材として制作、うん、シルクロードの女神オルロフ作、カザフスタン、アルマトイですね。で、著者が旧ソ連の核実験影響調査で立ち寄ったアルマトイで入手、女神は人々には見えないと、うん、はい、私このシルクロードの核爆発災害、1995年から毎年こう行ってたんです、うん、はい、で行ってる間にこのアルマトイっていうのはカザフスタンの旧首都なんですね。だからまずその首都に飛行機で到着して、それから実験場のある北、ロシアとの国境に近い町までまた小型ジェット機で移動して、あとは陸路調査してたんですが、まあ、毎年のように行ってですね、まあ、シルクロードってどんな文化なのかというのも垣間見ながら、その時にこの絵を、まあ、絵が好きなもんで入手して、額縁持っては機内に入れないんで、うん、中の絵だけを剥がして筒状に丸、あ、はいはいはい、巻物のようにして持って帰ってきた。あ、そうなんですか。だから我が家にはシルクロードの絵が何枚かあるんですが、うん、まあ、今回のこれにふさわしいかなと、この事件に言ってこれを、この絵を使わせてもらったというのがこの表紙のストーリーです。あ、高田先生の、ね、こだわりがよく、はい、そうですね、うん、出てますね、はい、はい、それがこの話と、うん、はい、オルロフさんというこのカザフスタンのアルマトイか、アートアカデミーの先生と。なるほど、まあ、これでも非常に美しいですね、はい、これまあまあ、もしまた第2版とかあったら、うん、ちょっとまたデザイン変えたりされる、ですね、これ今回のこの本をですね、はい、ターサンチームに結集する人、はい、まあ、私のツイッターに結集してくる人たちですがに声をかけて自力出版という形で、はい、4月20日から5月12日まで、はい、予約注文という形で、はい、皆さんから予約をいただいて、はい、その数に見合った印刷製本をすると。だ限定本になっています。はい、じゃあ今は買えない。アマゾンにも書店にも出てこない。ですから事前にそういう予約を受けて部数限られた形で作ってます。なるほど。で第1回配本っていうその予約注文や申し込みのあった数プラスアルファ作ったと、うん、で若干今もう今先週の15日から、申し込まれたおうちに発送していまして、はいはい、今週中に届く、全員のところに届くはずなんです。はいはい、で第1回配本で私も常時これ配本作業する、もう時間的余裕はどこにもないもんで、だから第2回はですね7月1日から2週間を今想定しています。はいはい、その間に
まあ申し込まれれば、申し込むっていうのはツイッターを見ながらそのどうやって申し込めばいいかが出てきますんで、そうやって申し込んで部数がある限りそれに発送すると。先生のツイッターを見て、そこに書いてあるインストラクションに従うということですね。そうです。そこに私がやってるこの放射線防護情報センターのホームページがあって、はい、そこに申し込みの仕方かん、あ、それとこの本は非売品になっている、全てカンパで賄っている、そのカンパの振り込みの仕方、一応これ乾杯一冊今回1500円になっています、送料込みで、そんな形で、第2回あるいは第3回で1回目に作ったものがなくなったらどうするかですが、まあ一つは第2回配本の時に申し込みが殺到した場合は増刷します、はい、でもほどほどの申し込みですと増刷なく、ある数だけで配本すると、で、第1冊が全部なくなってさらに欲しいという方が現れるならば、次は第2冊と、第2版改訂を、その時には今回はこれ、まあ、すぐには、まあ、とても考えられないんですが、まあ、来年の、第安倍さんの2回目のあれですね、命日を向けてですね、 第2版を考えたいと、まあ、その時には、まあ、この問題についてお考えのある山川さんたちにですね、また何ページか執筆していただければなと、はい、そんなことは思ってます。はい、わかりました。